どうも、キョウトです。今日は、プログラミングの生産性を爆上げする技術、コードの時短術っていうことでやっていきます。僕、エンジニアになりたての頃、うわぁ、まあなんか自分、プログラミングでこうやるのでめちゃくちゃ遅いな、コード書くのむっちゃ遅いなって、こうずっと悩んでて、でもね、それでまあいろんなこう今まで工夫をやってきて、どうやったらもっとね、早く実装できるのか、早くコード書けるのかって、その時短術、今日はたくさん紹介していきたいと思います。あ、そういえば、本編に入る前にちょっと一つお知らせなんですけど、僕、趣味でブラジリアン柔術っていうのをやってるんですよ。それなんか前別の動画で撮ったことあるんですけど、そこで、まあ僕今、インストラクターになろうねっていう、まあインストラクター養成講座っていうのを受けてて、で、まあ今度の、まあ来週の土曜日、僕と、あとはそのインストラクターの養成講座の仲間と一緒に、インストラクター見習いの人たちで、一つ柔術のクラスを、柔術初めての方向けにやるんですね。柔術って、人の体の構造を利用して技をかけるような格闘技なんですけど、すごい、なんだろう、頭使いながら体を動かす、まあ、格闘技をチェスって言われてるんですけど、みたいなスポーツで、すごいね、そのね、こう頭使う感じがめちゃくちゃ面白いんですよね。で、今度、まあ、東京の原宿の、まあ、その、柔術の道場で、まあ、土曜日、初めての方向けの、まあ、無料クラスやるので、視聴者の皆さんと会いたいですし、来ていただけると、僕はとても泣いて喜びます。はい、では本編いきます。まず一つ目はですね、やりたいことの概要をドキュメントにまとめるっていうことです。これプログラミングと関係あるの？って思われるかもしれないんですけど、実はコードのね、書くのが遅いとか、プログラミング遅いことの一番最初にあるつまずきって、自分がやりたいことがほわっとしてるんですよ。なんかエラーが出たな、あれくんなんだろうな、みたいなのとか、これ実装したいけど、どうやったら実装できるんだろうな、ちょっとよくわかんないな、みたいな、なんか、ちょっと状況が、やりたいこととか状況が、ほわっとしてて、なんとなくやって、あれやこれやうろうろして結局ちょっとうまく進まないみたいな。プログラミングがなかなかね、スピードが遅い人の、こう、一番ハマってる最初の罠って、まずそこなんですよ。なので、最初に、自分が何をやりたいかってことを明確にしておくのが大事なんですね。で、どうすればいいかというと、具体的には、ドキュメントにね、この概要をまとめちゃうんですよ。ドキュメントに、やりたいことを、で、これ、やりたいことの背景、なんでやりたいのかとか、で、今何が課題になってるのか、課題、具体的に何をやるのか、さらに、何はやらないのか、こう、やることの範囲を限定するんですね。こういった形で、まあ、やりたいことの概要を、背景、で、課題、で、やること、やらないこと、このあたりを概要に、ね、最初にまとめておくと、何のために何をやりたいのか、そしてどこまでが範囲なのかがわかるので、こう、迷うことがすごく減るんですよね。これちょっとめんどくさく感じるかもしれないんですけど、まあ、慣れるとね、本当に、ね、5分とかでパーッと書き上がって、で、そんなに別に分量書く必要もないので、それだけで、こう、右往左往することがむちゃくちゃ減るんで、まずこれを僕すごく良かったです。続いて、時短術の二つ目。二つ目は、処理の流れを知るです。これも僕、エンジニアになりたての頃ハマってた、何ですか、トラップなんですけども、全体のこう、流れを知らないまま、こう、タスクの部分だけに取り掛かった結果、どこで何がどうなってるかわかんないから、よくわかんないまま、なんか時間だけ過ぎていくみたいな。例えば、何ですかね、メールを毎晩1日1回夜に送ってるとするじゃないですか。で、それをか、自動的に毎晩夜送られていますと。で、こうなんかそのメールのね、改善をするタスクが入りましたみたいな時があったとしますね。で、そういった時に、最初に、じゃあメールって、どうやってこう1日1回、一晩に1回送られてるんだっていう、どこにこうメールを送ってるそのシステム、サーバーみたいのがあって、で、どうやってこの1日に1回ってのを実現してるんだみたいな。このメールを送るまでの処理の流れ、もしくはアーキテクチャの構成ってのを最初に押さえておくことなんですね。これを押さえておかないと、だどこで何が起こってるのかわかんないので、なんかこうタスクに着手しても、なんか何したらいいかわからないみたいになっちゃうと。それを防ぐために、最初にこの処理の流れを知っておく。これだけで、こう迷子になることがマジで減ります。続いて、時短術の三つ目。三つ目はですね、ディレクトリー構造を知るっていうところです。これもね、僕、プログラミングのね、この初期の頃はね、できてなかったんですよ。
まあなんか、プロジェクトに入ると、そう、でか、めちゃくちゃプロジェクトのソースコードでかいんですね。もうフォルダとかディレクトリとかってね、こう山のようにバババババババーってあるわけなんですけど、それぞれのディレクトリが、このディレクトリ何みたいな。どこに何のファイル入ってるのみたいな。てかもう巨大なこう、いや森みたいな、山の中みたいで、どこに何があるかわかんないみたいな。まあ最初、そういう状態になるわけですよ。で、まあ、そんな状態のまんま、なんかコードを書こうとしても、どこに何があるかわかんないで、コード書くのも当然ね、毎回毎回なんか、どこ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 、どこに、どうしたらいい、どこのファイルいじったらいいのみたいな。これだと、まあ、むちゃくちゃ生産性が低いんですね。なので、じゃあどうしたかというと、最初にディレクトリ構造を把握するようにしたんですよ。どんなディレクトリがあって、で、それぞれのディレクトリってどんな役割なのかって。大きくそんなところをね、そこだけまず理解しに行くんですね。これやると、どこに何のファイルがあるかってわかるんで、何かこう、プログラムをね、回収しようとしたら、修正しようとしたら、あ、この修正したいんだったら、多分そのファイルってこのあたりにあるよなっていう当たりがつくんで、迷子にならずに済むんですね。迷子になるっていうのが、プログラミングの生産性の本当にもう、著しく下げるんで、この迷子に一回ならないようにするか、ここが生産性を上げる最初のコツです。続いて時短術の4つ目、4つ目はですね、仮説を立て仮説を検証するために行動するです。これもね、例えばですよ、エラー起きたりするじゃないですか。で、僕最初の頃やっちゃってたのが、エラーになったらこうエラー文とかをとりあえずこうググって、こういろんなサイトが出てきますと、まあキータとかスタックオーバーフローとかで、その出てきたやつに書かれてることをとりあえず試していくみたいな、でもこうひたすら試行錯誤するみたいなことずっとやってたんですよね。これね、後で気づいたんですけど、これ良くないんですよ。というか、まあ、試行錯誤するっていうのがあんまり実は良くないんですね。みたいな。試行錯誤っていいんじゃないですか？何が悪いんですか？まあ、そう感じるかもしれないんですけど、試行錯誤している時って、こう、やたらめったに試してるんですよ。なので、たまたまね、例えばエラーの原因とこの解決のソリューションがたまたま一致すれば、この試行錯誤をやってるときうまくいきますけど、これひたすら外れ続けたら、こう当たるまでこうひたすらやり続ける運ゲーになっちゃうんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、例えばエラーみたいな何か問題があったら、まずその問題の原因を特定することが大事なんです。で、そのために、こういう風な問題が起きてるってなったら、じゃあそれの、これ起きてる原因は何だろうな、最初まず、これからこれからこれからみたいな感じで仮説をいくつか立てるんですね。で、まあ、まずはじゃあこれかもしれないから、じゃあこれかどうかを検証しようと、仮説を一つ一つ検証していくための行動をするんです。で、あ、これ確かめるため、じゃあこれだけ仮説検証するためにこの行動をしたらいいなってなって、じゃあこれを調べてみようみたいな。あれ調べてみました。あ、これは別に違う仮説だった。これが原因だった。はい、ブー。じゃあ次の仮説いこう。この仮説をかな、これを仮説検証するためには、まあこれやったらいいな、調べてみよう。でんでんでん。あ、これが原因だったんだ。こんな形で最初に仮説を立てて、仮説を検証するための行動をすると。そうすると、まあひたすら試して、当たるまでみたいな運ゲーじゃないので、自分でこうエラーであったりとか問題を、なんか解消する前の時間をコントロールできるんですね。これが運ゲーから抜け出して生産性を安定して高くできるコツになります。続いて時短術の5個目。5個目はインターフェースに注目するです。これはね、結構僕有益なんじゃないかなと思ってますね。なんかコード読んでると、まあ僕例えば巨大ななんかコード読んでるとすぐに、うわーこの意味わかんないっていうか何やってんのか全然わかんないみたいな時、風によくなってたんですよね。で、その時どういう風なやり方してたかっていうと、まず最初、なんか、こう、コードってすごい量が多いんで、バーっとこう読み飛ばしていくんですね。で、まあ、なんとなく雰囲気掴んでいこうみたいな。で、読み飛ばしていくんですけど、よくわかんない場所とかあるんですよ。で、まあ、そこ読み飛ばして、次の場所読んでいくんですけど、こうよくわかんない場所が何個も出てくると、よくわかんない、こう、積み立っていった結果、ダメだ。これ何やってんのか、何にもわかんねえ。ってなって、で、今度逆に、ああ、ちょっと何もわかんなくて、ちゃんと丁寧に読もうみたいな。で、一文一文丁寧にググったりとかしながら理解しながら進んでいくんです。あ、わかるわかる。あ、わかるわかるわかる。でも、コードってむちゃくちゃ巨大なんで、なんかいろんなファイルにこう、ピューンピューンピューンってこう飛びながら、ひたすら読んでいくんですね。で、それを一文ずつ丁寧に読んでいくと、最終的に、あ、一個一個はわかったんだけど、てかコードの量が多すぎて、結局これ、何やっ
ってるのか全体像がよくわからないみたいな、こう頭が混乱しちゃうんですね。なので僕、その巨大な処理とか巨大なコード読むのがすごい苦手だったんですよ。で、それに対してどうしたかっていうと、それがインターフェースに着目するっていうところです。これは、まあそうですね、例えば関数とかメソッドみたいな話をちょっと連想すると、コード読んでるとき、まあいろんな普通関数とかメソッドを呼び出してね、コードの処理ってこう繋がっていくじゃないですか。その時に関数とかって、引数っていうね、ものがあって、まあこれは入力なんですけど、入力あって、なんか関数名に書かれたなんか処理をゴニョゴニョゴニョっとした結果、返り値、出力があるんですね。まあ入力があって、処理があって、出力がありますと。この3つを押さえるんですよ。どんな、この関数はどんな値を入力して、で、どんな処理をして、で、どんな結果を返すのかと。この3つだけ着目するんですね。そうすると、あ、この処理ってこの関数でこういうことやってるんだっていうのはすぐわかるんですよ。要は、この関数とかコードの処理の概要をつかめるんですね。で、概要だけつかんで、インターフェースだけに注目して、そのベースでこう、どん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 読み進めていくんですね。あくまで関数の中身までは深く追わない。そうすると、やってることもわかるし、で、かつ、コードの分量が多くても、どん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 読んでいける。で、結果、すごい、長いコードとかね、複雑な処理のコードとかも読むのがすごい楽になりました。これはね、結構使えるんじゃないかなって思います。で、もしかしたら、ね、人によって、みたいな、でも、インターフェースに着目した結果でも、その関数の処理の流れを追わないと、関数の名前と違うこととかやってたりとかしたら、困るんじゃないみたいな、思われる方もいらっしゃるかもしれません。で、そこに関しては、僕はもう必要な場所だけ詳細の部分、例えば関数の処理の中身みたいな、詳細の部分は必要な箇所だけ読めばいいかなって思ってます。例えば、ある関数を、のコードを修正しようとしたら、その関数に関しては詳細を把握する必要がありますし、あとはまあこうね、別に読んでて、あれみたいな、これ関数名こうなってるけど、なんか、処理の内容違うくないみたいな。おかしくないみたいに感じるところとかがあったら、その時その詳細を読むみたいな。だからまあ必要な時だけ詳細を都度読んで、それ以外は全体の、ね、インターフェースに着目しながら概要を把握していくと。っていうのがね、結構バランスのいいやり方じゃないかなって思います。では続いて時短術の6個目。6個目はですね、基礎知識を学ぶです。これ多分ね、プログラミング学んでる方、多くの方がこれあるんじゃないかなって思うんですけど、例えば僕だったら、なんかあんまりこう知らない分野のことのこう実装しようとするじゃないですか。で、あんまり知らない分野なんで、こう、なんかわかんないこと、やっててわかんないことがすごい出てくるんですよ。で、わかんないことが出てくるたび、まあ、都度ググってちょっと調べながらやるみたいな。で、感じで、まあ、ずっと進めていきますみたいな。で、ただ、まあ、こうググってもあんまりよくわかってない分野なんで、なんかいい答えが結構出てこないことがあったりとかして、いろいろ試すんだけどうまくいかないみたいな。で、そのまま時間が過ぎていくみたいな。こういったことを結構あるんですよね。でもこれって皆さんもこれちょっとあるんじゃないかなって思うんですけど、ちゃんと基礎的な部分とか、まあ、一通りそのなんかさ、技術のことを学んだ後にもう一回着手してみると、あれみたいな。スラスラスラーっと解けるよみたいな。ていうかこれここに書いてあったんだとか、これ学んどけばもう別にこれ悩む必要なかったじゃんみたいなことってないですか？これ多々あると思ってて。で、まあちょっと急がば回れみたいな感じなんですよね。結局、ある分野のことをやろうと思ったらその分野のことについての基礎知識、基礎と言われているようなところをちゃんと押さえておくと。それだけでこう今まで解けなかった問題が解けたりとか、今まで時間かかってた問題をサクサクっと解けたりとかすると。いうので、結構、ああ、自分実装遅いなとか思ったら、その該当分野の基礎知識を改めて学ぶとかは、すごく有効です。では続いて、時短術の7個目。7個目は、シングルタスクで個別撃破です。まあ、これね、特に実務とかだとあるあるなんですけども、タスクが、渡されたタスクとかが、1個じゃなくて複数ある子って、で、その複数同時並行に進めてるみたいなことって、まあ、あるあるだと思うんですよ。で、僕もまあマルチタスクになりやすいんですよね。で、マルチタスクの時って、なんかタスクをね、同時に進めると、これ僕やりがちなんですけど、むちゃくちゃ生産性落ちるんですね。例えば、なんかこう、バグ修正の実装しつつ、メールが来たから、こう、バグ修正途中でメールを返すとか、あとはこう、バグ修正しながらね、この YouTube の企画も考えるとか、で、そんなんやると、バグ修正側も遅いし、YouTube のこの企画も遅いし、みたいな。で、結果、わ、何も大して進んでねー、みたいな。今日何やってたんだろうみたいな。まあそうなりやすいんですよね。で、それに対して僕が意識してるのは、
シングルタスクで個別撃破するってところです。一つの時間にやるタスクは一つにする。例えばこの30分はこのタスクの時間にするみたいな。で、この30分でこのタスクを終えたら次の30分で次のタスクをやるみたいな。どうせタスクってもう一つずつ潰していくしかないんで、それだったら複数同時に一つの、問題はね、一つの時間に、同じ時間に複数のことをやることなんです。それによって生産性下がるんで、それくらいだったらもう一つ、個別撃破で一つの時間には一つ、ドーン潰す。はい、次、ドーン潰す。これをひたすらやっていくと。で、これまあシンプルなようでいてね、なかなか実際にやるとね、どうしてもマルチタスクの時って並行してやってしまいがちなので、そこをいかんいかん、違うと言って、ちゃんとシングルタスクやりきる。これだけでマルチタスクで、こうなんかちょっと生産性低いなみたいな方は、随分と楽になると思います。はい。では続いて、最後の時短術に入っていきたいんですけども、その前に一つお知らせです。私が経営する株式会社ユーブルでは、アプレンティスという内定直結型のエンジニア実習サービスをやっております。学費完全無料、給与をもらいながらスキルを身につけるエンジニアのプログラミング学習実習サービスです。プロのエンジニアとしてやっていきたい方、概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひ見てみてください。では、最後の時短術ですね。最後の時短術は、無意識的誘導になるまで繰り返すです。これは何かっていうと、学習段階の理論っていうのがあって、で、その学習段階の理論によると、人の学習フェーズって、意識的無能を意識的有能を無意識的有能っていうね、段階で推移していくんですよ。どういうことかというと、意識的無能、意識してやろうとしてもできない。で、続いては意識的有能、意識すればできる。で、最後、無意識的有能、意識せずともできるです。例えば、そうですね、自転車を漕ぐとかってわかりやすくて、最初、まあ、幼稚園とか小学生の頃って自転車、一番最初の時って、漕げないじゃないですか。すぐに倒れるじゃないですか。これが、なんか、やろうとしてもできない意識的無能の段階ですね。で、続いて、ちょっと慣れてくると、自転車すごいフラ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 なんですけど、これね、小学生のね、乗り立ての人とか、めちゃ、危ない危ない危ないみたいな感じで漕ぐんですけども、その状態が意識的有能ですね。まあ、意識すればできるっていうフェーズです。で、この意識的有能から、こう、慣れていくと、続いてが、無意識的有能、意識せずともできる自転車だったら、特に自転車でも慣れてくると、何も意識せずも普通に漕げるじゃないですか。で、なんならこうこれやっちゃダメですけど、スマホ片手にね、スマホを見ながら自転車を漕ぐとかすらできるでしょう。もう、ほんとね、意識せずとも自転車って漕げてるじゃないですか。これが無意識的有能ですね。で、学習フェーズってこのステップでこう進捗していくんですね。で、その時に、こうポイントになるのが、意識的有能と、無意識的有能の生産性って段違いに違うんですよ。無意識的有能2枚になると実はマルチタスクできるんですね。とかサッとできるんですよ。考えずともパッとできるんですよ。自転車がね、こうフラフラフラって、うわー危ないみたいな時の段階って余裕ないんで自転車漕ぐ以外のことできないじゃないですか。でも自転車こう漕ぐの慣れてきて、もうスラスラスラって漕げるようになったら、なんかこう考え事したりとか別に音楽聞いたりとか、なんなら携帯見たりとか、こうやろうと思ったらできるじゃないですか。てかまだやってるじゃないですか、おそらく。その時のこう生産性の違いね。こうグラグラする自転車でなんか別のタスクやってって言われても多分難しくてできないんだろうけど、もう自転車こぐの慣れてる人だったらなんか別のことをプラスもう一個やってって言われてもできるみたいな。生産性が段違いに違うんで、いかにしてこの無意識的有能になるまで繰り返すっていうことが大事になってきます。じゃあこれ具体的にどうやればいいか、要はまあこれ基礎的なところを徹底的に繰り返してもう染み込ませようねっていう話になってきます。例えばコードを書くっていう話だったら、コーディングテストとか、あとはプログラミングコンテストって呼ばれてるような、プログラミングのこう問題集を解くようなものってあったりするんですね。PyTHEとか、アットコーダー、こういったものをまあひたすらやって体に馴染ましていくと。で、無意識的有能でできるまでひたすらやっていくと。この無意識的有能のフェーズに達せれると、そっからはね、一気に本当に生産性が上がります。はい。というわけでね、今回はコードの時短術見てきました。感想をぜひ知りたいですし、こういうね、工夫を私はしてますとかあったら、ぜひそれもね、書いていただけると、コメント欄も含めてね、動画がいいものになって完成していくので、ぜひお願いします。それではまたお会いしましょう！冒頭でお話しした柔術の話なんですけど、皆さんとぜひ会いたいですし、何より頭使って体を動かすので、これがね、すごい面白いんで、ぜひ来れる方はね、来てみてください。
すごく嬉しいです。